はい、皆さん、こんにちは。もうね、もう、この、もう、忙しい時に、もう、てんやわんやでございます。寝ることもなく、生きることもなく、みたいな感じでやってますが、でも、ちょっと今週お腹が空いたので、何か食べようと思って、コンビニエンスストアに入ったら、バーン、山崎、大きなおむそば。なのに、揚げパン、カレーパンみたいな、揚げパンになってるんですよね、これ。すごい。卵、焼きのマヨネーズ、ドレッシング、ソース、焼きそばを包み込んだ炭水化物に炭水化物、いいですね。いただきます。なんか疲れてると高カロリーのものが欲するよね。体が求めてんのかな。揚げパンとか食べないのに、うん、結構ソース焼きそば、この普通のソース焼きそば美味しいよ。そんなにしなくてもいいのにね。今でも便利な世の中になりましたね。これはまあファミリーマートで買ったんですけども、このファミリーマートのコーヒーでございます。ホットのコーヒーかすぐ飲めるじゃないですか、コンビニエンスストアで。これすごいですよね、画期的ですよね。缶コーヒーもまあ悪くはないんですけど、やっぱりドリップのね、引き立てのコーヒーっていうのが美味しいじゃないですか。ということで、お食事終わりでございます。まだまだ頑張りたいと思います。はい、さよなら。